トッド・ハミルトンはアメリカ・イリノイ州出身のプロゴルファー。2004年の全英オープンゴルフ優勝者である。1992年から2003年まで12年間日本ゴルフツアーを回り、その間に日本で11勝を挙げた。1987年にプロ入り。1992年にアジアツアーのシンガポールロレックスマスターズでプロ初優勝を果たす。 同年に来日し、マルマンオープンで日本ツアー初優勝。それから2003年まで12年間日本でプレーした。1998年のジーン・サラ・ゼン・ジュンクラシックの後、5年間優勝できずに低迷した時期もあった。それを乗り越え、2003年に日本ツアーで4勝を挙げ、賞金ランキング2位に食い込んだ。2003年末にアメリカ PGA ツアーの クオリファイングスクールに8度目の挑戦で合格し、12年間の修行地となった日本を離れ、ようやく帰国を果たす。2004年3月にザ・ホンダクラシックでアメリカツアー初優勝。同年7月、38歳にしてメジャー大会の全英オープンで優勝し、PGA ツアーの5年シード権を獲得した。この時は10アンダーパーで並んだアーニーエルスとのプレーオフを制し、 世界ランキング3位の競合の同大会2年ぶりの優勝を阻止している。ありがとうございます。